ビテロッツヴビテッリビテロッツヴビテッリは、15世紀の、イタリアで活躍したコンドテーレであり、チッタ・ディ・カステッロ、モントーネ、モンテル・キ等の死におれ。チェーザ・レ・ボルジアを一時期、窮地に追い込んだ、マジョーネの乱の首謀者でもある。ビテロッツォは、父、ニッコロや、兄、パオロラと共に、ドイツ軍の攻撃に相対して、 刀と矛で武装した新しいタイプの不評部隊を指揮した。また、フィレンツェ共和国と共に、ピサに対して、1496年には、ローマ教皇アレクサンデル6世に対して、当初は、フランスと、後に、オルシーニケと共に戦った。その後、アレクサンデル6世と和解し、1499年11月に、 チェーザレ・ボルジアが初めて軍事指揮を取ったイーモラ島への攻撃時より、チェーザレ軍のコンドティエーレとして参戦。特に兄、パオロがフィレンツェにより暴殺されたことからフィレンツェに対する憎しみは強く、チェーザレが1501年5月にフィレンツェ近郊まで軍を進めた際には、アレッツを占領し、近隣地区を略奪したが、フィレンツェからの抗議により、 チェーザレによって、占領を解くように指示を受けて、ビテロッツォ軍は撤兵することとなった。1502年9月、ジャンパオロ・バリオニア・オリベロット・ダ・フェルモラと共に、チェーザレ打倒の会合を、マジョーネで行い、同年10月に、反チェーザレ連合はチェーザレに対する反旗を翻した。当初は、優位な戦況であったが、周辺諸国からの支持を得られなかったことや、 チェーザレ側からの切り崩し工作によって、選挙は、チェーザレ優位へと変化していった。1502年12月、ビテロッツォラはすでに選挙していたシニガリアをチェーザレへ、返還するという名目で、チェーザレとの会談を持ちかけた。12月31日、ビテロッツォラ4名のコンドティエーレ及びチェーザレは、夫軍を率いて、シニガリアへ集合したが、ビテロッツォラは、 自軍と離れたところを、チェーザレ軍によって捕獲された。同日中に、ビテロッツは、オリベロットと共に反逆罪により、公主刑となったが、最後に、教皇に、自らの在行の代謝を願いたいと語ったと、伝わっている。ありがとうございます。